みーちゃん、くわえて。じゃあ、くぐらしよう。はい、で。ちょっと来て。
ちゃんくんはだいぶいい感じにはなってきていますが、しおんくんと、ちゃこちゃんが元気に遊ぶようになるとちょっと入っちゃいました。ただ入ったものが胃液じゃなくて食べたものだから、一応食べて消化をしようとしているっていうところまで来てるっていう風な考え方もできます。あとはちょっとカリカリ食べたりね、体にちゃんとたまるもの食べてくれるというね。今のは朝食べた分だよね。まさか昨日食べたのが出たんじゃないか。朝はまだ出てないかな。あ、そう。たださっき、カリカリのところに向かって座っていたので、でもカリカリのように柔らかそうだったから、昨日食べたやつなのかな。消化してない。それか私が知らない草型とかに置いてあるやつを食べて、それがだいぶ消化したのか、ちょっとそこはちょっと数時間寝てる。固形じゃなかったね。固形じゃなかったけど、だから食べてすぐだと結構、カリカリの固形が残ってるんだけど、何時間も経ってるからっていうことであれば、少しカリカリを食べてみたのかもしれない。あの行動そのものは元気な時に戻ってきているので、あとは食べると出すだね。さっきも甘えてまでまで来てくる、なんかコロリンって見せたくなかったら、あと何だっけ、人間がいなくなると泣いて、冬のやつもね、昨日からやるようになったので、元気が出てきたよね。大丈夫だと思います。